こんにちは出会い場週刊チャンネルの清水です今日はですね現役の最終面接官が語る最終面接でチェックされているポイント6月に入るとですね公式には内定解禁ということで日経大手もですね最終面接が設定していきますもちろん今年の環境でいうとですね5月ぐらいから始まっていると思いますそういう意味で言うと明日最終面接の清水さんというような方も多いと思いますいろいろなビジネス経験があってそして最終面接も経験している私がですね最終面接で 見ているポイントについて皆さんにご案内させていただきます。今日はこの流れでご説明させていただきます。さあ、面接にはですね、いくつかスタイルがあるんです。これは最終面接のスタイルだと思ってほしいんですけど、最終面接にはですね、3つぐらいのバリエーションがあるんですね。1つはですね、確認面接。これはですね、実際にはもう、2次面接とかの前までの時点で、 もう本人を取るとか取らないとか決めてる、まあ、取るって決めて確認をするだけどういう場合が確認面接が多いかというとですねいわゆる面接官がたくさん出てそれが全部経営幹部この場合にはです、ね、経営幹部を全部揃えるのは大変で実際にうちに入る人たちを確認でやるこれがです、ね、顔見せ面接と言われてるやつなんですね。まあ 全体に面接官が多いそしてみんなが偉い場合には確認面接の可能性は高いこれが確認面接型そして2つ目一発勝負型これは結構多いよね今までの面接での評価が持ち越されないんですね1次面接2次面接高評価高評価全く無関係になるね参考にもならないんです最終面接官の好みで決められちゃうってことなんですねそういう意味で言うとですねまあ最終面接官のタイプでどうするかが決まっちゃうからこれは 本番一発勝負ですよっていう最終面接官次第なんですそして3つ目人事の評価ををに最終面接官が独自性を発揮まあどうかな日本の企業の場合には先ほど2番目と3番目が多いんですけど誰かが同席する場合にはこういう人事が同席する場合には人事のブリーフィングの結果をもとにそこの部分の ことを尊重して、最後その面接官が独自的な部分の要素を判断するという要素なんですね。そうすると、事前のブリーフィングによって理解している。その良い点のところを深掘りして、うん。確かに人事の人が見て、ここの部分が確かに間違いないなっていうことで言うと、人事が推奨したパターンが本当に正しいかどうかの確認も含めての面接。大体3週面接はこの3パターンで行われると言われています。さあ。 通過率っっててどううなのかってことを考えましょう個別面接の場合はですね基本は学生とか1対1で行われますから、まあ、通過率でいうと集団面接の先ほどのですね幹部が全部出てきた場合はですねまあ受かりやすいでしょうねで役員の数が多ければ多いほど確認の面接の異名が深いからもうこれは合格率は高い役員プラス人事等数人複数の面接 まあこれは人事が賠償で参加するって形態が結構あるんだけど内容を確認って最終的に役員と確認しての面接って形になりますね。で決裁者が2人で出てくるような場合にはですね、まあ、相談して決めるその場合にはですね偉い側の意見が通りやすい、まあ、そういうような構成で大体合格が決まるという形なんですね。まあ、そういう意味でですね集団で確認面接は受かりやすい残りの場合にはですねまあ 相相手と相談するんで1人が OK1、OK、人が NO の場合は偉い人がうんって言ったら大丈夫、まあ、こういうような概念になってるという,うに思っていただければいいですねさあそして面接官の場合はですね役員クラスそして人事の責任者っていうバリエーションの大体最終はこの2つが多いんですけど現場の役員クラスはですね即断即決型の人が多いです、ね、結構やっぱり現場特に営業系のですね役員の場合にはですねフィーリングが結構重視してます「いいじゃないかこいつよし合格」ってこういう感じでいくんです。 で、フィーリングで、ダメって言ったら、パーンって跳ねちゃうんです。どんなに、あと人事が、いや、こうでこうで、こいついいとかいや、俺はそう思わなかったよって、パーンっていかれますから、フィーリング重視でいかれちゃいます。その中でもですね、どういうとこ見てるかといくかうと特殊な能力の、要するに、安全サイドなんか見てないんですよ。全部のことがそこそこいいっていう人が受かるわけじゃなくて、おいねこ特、このとこ、こ。特殊なものがいい。これで取られます。そして、人事の責任者の場合は、またちょっと違う。 まあ人事って管理部門だから管理部の人,の人っていうのはですね出っ張ったりでへっこんだりする人ってあんま好きじゃないの、まあ、相対的に全部が平均的にいい人を取るから、まあ、人事の最後責任者が出た場合にはねスタッフ部系だから総合力を見るそして意外と人事の責任者が出た方がねチネチした質問がされますそういう意味で人事の責任者の方がですねちょっと面倒くさいかなだから皆さんがですねこうフィーリングタイムの人がいい場合には役員クラスの現場の人の方が受かりやすいかもしれませんこういう特徴がありますさあそして 見ているポイント。見ているポイントはですね、やはり最終面接はですね、入社の熱意は見てますね。そううい意味で志望度も見ています。まあ、この辺結構重要だよね。そして、企業との風土を見てですね。我々の企業でこいつ合うよね。合わないよね。ここはだいぶ企業の風土とマッチ度合い。企業の価値観、学生の価値観、そして雰囲気のガッチ度合いは結構重要。ここが確認されます。そして、働く意欲や覚悟ね。ちゃんと大丈夫だよね。そして、ビジョン。そして、入社後やりたいことなんですよ。 入社後やりたいこと入ることがゴールなのかいやいや入った後にちゃんと活躍するってことをゴールにこいつは置いてるなここがチェック度合いになりますそして注意点どんな場合にも面接は先生明るく元気よく真摯に正直にそして反論よりは素直謙虚さを見せなさい回答に一貫性逆質問もね 何か何言っていくか分かんないよじゃなくて「ほう」っていうようなこういうところ一つ一つの内容をチェックしてくださいそして最後注意すべく質問は何でしょう死亡動機の深掘りです本当に入社する気持ちがあるんだよねって確認のために死亡動機を深掘りされるケースがあります有名企業病の学生有名企業なら何でもいいっていうと浅い企業理解の中で答える質問だとバーンっていかれちゃいます そしてもう一つ、就職の軸ってきちっとしてるのかな。だからね、大手有名企業だから入りたいって人を取りたい大手はないってことなの。そうするとね、強み、学口地下の深掘り、強みの偏差値を見ている人事面接は異なり、その研ぎ澄まされ方に対して着目が足ります。さあ、こういう点を皆さんが意識して頑張ってくださいね。さあ、我々は何をしてるんでしょう。そう、我々はですね、皆さんにですね、 グループディスカッション型のイベントいろんな企業に出会ってスカウトがもらえるという形でサービスをしていますそしてこれは23層図24層図両方の形でやっていますそして23層の方はですね清水さんちょっとね今困ってるんですよね だったら個別の相談に乗りますこれは、ね、皆さんです、ね、スケジュールを入れてくれれば我々の人間がです、ね、皆さんのい面談させていただくということも23卒向けにやっていますそして24卒向けの方にはです、ね、なんとこれからインターンシップが始まります自己分析のやり方インターンシップ先行対策セミナーオンライングループディスカッションセミナーそして先輩が登壇するセミナーそんな形で皆さんがです、ね、いろんな準備をしていただけるような講座をやってます是非概要欄から出会いの会になって一度講座にお申し込みください この動画が役に立った場合、高評価ボタンお願いします。そして感想、コメントよろしくお願いします。